はい、本日も始まりましたコレパ放送局。今回はコンビニのセブンイレブンでガンダムのキャンペーンがね行われということで、こちらの情報をお伝えしていこうと思います。はい、今回はガンダムのキャンペーンです。機動戦士ガンダム水星の魔女放送記念、はい、こちらをね記念してガンダムのキャンペーンがセブンイレブンで行われるということです。はい、実施期間は2022年11月1日火曜日から11月14日の月曜日まで、景品がなくなり次第終了、お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がございますと。はい、予想外のキャンペーンですね。はい、ガンダムをね好きなんでねちょっと嬉しいですけどね。はい、オリジナルアーセナルベースカードがプレゼントキャンペーンになっております。対象商品を1個購入するとオリジナルアーセナルベースカードがプレゼント。オリジナルアーセナルベースカードプレゼントキャンペーンは数量限定、1店舗あたり全5種各4枚、各店先着20枚。実施期間は11月1日火曜日0時00分から11月14日の月曜日まで、景品がなくなり次第終了、お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がございますと。はい、概要としては対象のサンドイッチ、冷蔵のロールパン、ハンバーガーを1個買うとオリジナルアーセナルベースカードを1枚プレゼント。デザインは全5種。はい、まずガンダム、ウィングガンダム、エールストライクガンダム、ガンダムバルバトス、ガンダムエアリアル、はい、最新作から初代までって感じですよね。対象商品はサンドイッチ、冷蔵のロールパン、ハンバーガー各種、ブリと常温のロールパン、ハンバーガーは対象外になっておりますので気をつけてください。はい、対象商品1個プラスお好きなアーセナルベースカード1枚をレジまでお持ちくださいと。店舗によってね、一部お取り扱いない商品があったりとかね、商品名、商品パッケージが異なる場合があるということでね、ちょっとその辺気をつけてください。もう一つは、実施期間が11月の1日火曜日から11月14日の月曜日。こちらは一緒ですね。で、セブンイレブンアプリ、こちらを提示して、対象商品を1個購入するごとに抽選にチャレンジできるっていうね、はい、こちらのキャンペーンがあります。こちらは第1弾、第2弾。当選するとオリジナルブロマイド1枚がプレゼント。アプリキャンペーン、実施期間は11月1日火曜日から11月14日の月曜日まで。概要としてはセブンイレブンアプリを提示して対象商品1個購入するごとに抽選にチャレンジ、当選するとオリジナルブロマイド1枚がプレゼントされます。第1弾、第2弾それぞれ各5種の中からお好きなデザインを選んでご応募いただきますということでね、はい、ご応募になるみたいです。第1弾は全5種で合計20万枚、購入期間は11月の1日火曜日から11月の7日の月曜日まで、抽選期間は11月1日火曜日から11月の10日の木曜日まで。ちょっと日付があるんですね、こちらね。はい、A 賞は機動戦士ガンダム水星の魔女キャラクター集合、 B 賞は機動戦士ガンダム水星の魔女モビルスーツ、 C 賞機動戦士ガンダムシリーズモビルスーツ、 D 賞機動戦士ガンダムシリーズライバルシャア・アズナブルとかね、アスランが見えるんだけど、まあライバルなの、うん、まあライバルですかね。はい、E 賞機動戦士ガンダムシリーズヒロイン、あなたにとってのねガンダムシリーズヒロインは誰ですか。セイラさんとかもいらっしゃるよね絶対ね、はい、ラックスとかね。はい、第2弾全5種合計20万枚、購入期間は11月8日です。はい、火曜日から11月の14日の月曜日まで、抽選期間は11月8日火曜日から11月17日の木曜日まで。はい、A 賞機動戦士ガンダムキービジュアル、懐かしいね。 B 賞機動戦士ガンダムシードキービジュアル、 C 賞機動戦士ガンダム水星の魔女ティザービジュアル、 D 賞機動戦士ガンダム水星の魔女キービジュアル、 E 賞はセブンイレブン限定キービジュアル。こちらのオリジナルブロマイドはアプリに届くシリアルコードをセブンイレブン店舗のマルチコピー機で出力して印刷する方法になっております。対象商品はサンドイッチ、冷蔵のロールパン、ハンバーガー各種、はい、ブリトーや常温のロールパン、ハンバーガーは対象外になっておりますので気をつけてください。はい、参加方法はね概要欄にホームページ貼っておきますのでね、はい、そちらの方からご確認ください。まあ、僕はアプリ入ってないんでやれないですけどね、アプリ入れようと思ってる方とかね、アプリ持ってる方はこちらね、はい、ぜひ挑戦してみてください。はい、ということで今回ね機動戦士ガンダム水星の魔女放送記念を記念して、うん、2回言っちゃったね、はい、ガンダムキャンペーンがね、はい、セブンイレブンで始まります。11月の1日火曜日から11月14日の月曜日まで0時00分からスタートしますのでね、はい、よかったら足を運んでみてください。はい、そんな感じでバイバイ。